大前提としてカレンダーっていうのは1月1日から1年がスタートして大晦日12月の31日で1年が終わる運を見る暦四季のある日本においては春が1年の始まりで冬が1年の終わりです。現在でも未来でもなく過去が重要ですよ。今まで自分は何をしてきたか、行かなくちゃならない強方位の対処にもなるし、もうすでに行ってしまった強方位への対処にもなります。古いものを壊して新しいものを生んでいくキーワードは、平成25年のキーワードは後始末。先祖とどう向き合っていますか。行かなくてもお墓参りはできるよ。またお墓参りすることが先祖も喜んでくれるし、自分の味方をしてくれるということにもつながりますよ。竜を見つけるってだけでも皆さん運命を行います。